ライムラー・ベンツは1926年から1998年まで存在したドイツの自動車メーカーである。1883年、カール・ベンツはベンツ &C ・ライニッシェガスモトーレンファブリークをマンハイムで立ち上げニストロークエンジンの開発に着手。1886年には世界で初めてガソリンを動力とする車両に関する特許を取得し、 1890年代から自動車を量産していた。一方、共に内燃機関の技術者であったコットリープ・ダイムラーとビルヘルム・マイバッハは1890年にダイムラー元レン・ゲゼルシャフトをシュトゥットガルトに設立。自動車の発明ではベンツに遅れを取るものの、オーストリア人企業家エミール・イエリネックの支援を受け、1900年にビルヘルム・マイバッハ製作のレーシングカーで、 モータースポーツへの参戦を開始。これが最初にイエリネックの娘の名前、メルセデスを冠したマシンメルセデス 35HP であった。モータースポーツでの活躍から1902年からは市販車にもメルセデスブランドを使用し販売を拡大していた。メルセデスベンツ三3 8 h p 最初にメルセデスベンツブランドで生産された車種ダイムラーベンツ。 時代最後の S クラスしかし、1920年代に、入るとドイツは第一次世界大戦終結後の急激なインフレに見舞われ、経済危機に瀕していた。これは、両者とて例外ではなく、ベンツ &C は1919 19年に DMG に最初の合併を持ちかけたが、拒否されてしまう。だが、財政状況が好転することはなく、 1924年5月1日、ついに両社は、相互利益に関する協定を締結し、合併を目指すこととなった。1926年、両社は合併し、新会社を設立。社名をダイムラー・ベンツとし、本社は DMG の本拠地であるシュトットガルトに置かれた。エンブレムは DMG のスリーポインテッドスターの外側に、ベンツ &C の ベンツを刻んだものであった。また、新会社は、すべての自動車を、メルセデスベンツブランドで製造することも決定した。1940年代には、乗用車の生産を続けつつ、第二次世界大戦中はナチスに協力し、戦闘機や戦車、潜水艦のエンジンなどの生産を受け負った。1958年、アウトウニオンを買収するものの、 1960年代前半には、フォルクスワーゲンに売却する。1986年、メルセデス・ベンツ日本を設立して、日本進出。それまでのインポーターであったヤナセに代わり、メルセデス・ベンツの乗用車と商用車の日本への輸入を開始した。1994年、スウォッチグループと共同出資して、MCC を設立。 スマートブランドでの小型車開発をスタートした。1995年、バスのブランドゼトラを買収。1998年、アメリカの自動車メーカークライスラーを事実上吸収合併し、社名をダイムラークライスラーに変更、約70年にわたるダイムラーベンツの歴史に幕を下ろした。このドイツの高級車メーカーとビッグスリーの一角をなす。 メーカーとの合併は、当時、世紀の大合併などと評されるほど驚きをもって受け入れられ、この後に起こる合併、買収による自動車業界再編の契機となった。同時に、日本法人も、クライスラージャパンセールスとの合併より、ダイムラークライスラー日本に社名を変更した。2007年8月、ダイムラークライスラーは不審のクライスラー部門を、米投資会社、 サーベイラスキャピタルマネジメントに売却2007年10月ダイムラーに社名を変更した。ありがとうございます。